江ノ小島でこぼラジオ。はい、始まりました。ちょびひげさんのアートな散歩、お送りする DJ は私ちょびひげとアシスタントの猫マネです。はい、この番組はえのこと地域コミュニティとの共同事業、ミニ FM えのこ島デコボコラジオの企画で、美術館およびその周辺の食を紹介する番組です。周波数は 89.2MHz、 毎月一度公開放送を行っていますので、皆様もぜひ遊びに来てください、はい、ということでですね、久しぶりのちょびひげさんのアートな散歩です。はい、猫前さん、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。毎週のように会ってます、ね。まあそうなんですけどね。まあ早速なんですけども、まあまあ余談なんですけどもね。このちょびひげさんのアートな散歩では、はい、これまで結構幅広いジャンルで、はい、作品紹介してきてるんですよね。でもまだ紹介してないジャンル。っていうのもあってですね、例えばその、考古学的なものとジャンルが被るものと、まあ、要するに博物館にあるようなものですよね、とか絵巻物とか浮世絵とか、で、猫マネさんは青銅器はお好きですかって、ね、いやもう本当にね、歴史の授業で資料集とかでね、はい、青銅器時代があったんだなぐらいの設定しかこれまでなかったんですよ、そうですよね、でね、青銅器を見ようと思ったらどこ行きます？博物館ですよね、普通はそうなんですよね、ところが美術館で見れるんですね。いや本当びっくりしました。そうそう、いや本当失礼な言い方になるんですけれども、はいはい、誤解を恐れず言えば、はい、なんでこんなものがここにあるんですかっていうのが正直な話ですよ、ね、それもすごい量、すごいんですよね。まあちょっとね、何の話をしてるか皆さんわからないと思うんですけどもこの青銅器だけじゃなくて、はい、絵巻物であるとか浮世絵を一つの美術館で、だからそういう意味ではある意味玉手箱のような美術館を今回は紹介したいと思います。はい、はい、平成30年8月11日から9月24日の会期で、浮世絵の妖怪妖術と物のけ、奇術比べと和漢百物語展を開催しています、和泉市久保荘記念美術館です。はい、ちょっと長かったですね、噛んでしまいましたねお話をお伺いしたのは、はい、今回の企画展の担当学芸員でいらっしゃる後藤健一郎さんです。はい、はい、後藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、でここはですね、本当に早く紹介したくてたまらなかった美術館で、ずっとおっしゃってました、ね、そうですね。でなぜかというと、まあ、先ほど青銅器って話しましたけども、考古学的なものっていうのは昨年ね、一昨年とその京都文化博物館で開催されたアートと考古学展っていうのを見たんですけどもね、でこれ見た時にここを紹介したいって、激しく思ったぐらい、久保荘美術館を紹介したいと、その時から、っていうか、そのこのアートと考古学展そのものを紹介したいと思ったんですね、でなんでかっていうと、考古学的なもの、博物館で見るようなものをアートとして見せるとこんなに楽しいんだというのがその時感じてですね、でもよく考えたらこの和泉市久保荘記念美術館なんですけどもね、博物館で見るようなものが置いてるんですよね。でしかも美術館なので美しいものとして見せてくれる、でこれがすごい楽しいんですよね、ですからね、このね、久保荘美術館、を早く紹介したかったと、いうことなんですけども、だから本当はね、コレクションがそれだけ素晴らしいものですから、何回かに分けてね紹介したいぐらいの美術館なんですね。でこの和泉市久保荘記念美術館というのはどこにあるかという言いますと、大阪府の南部、和泉市にある美術館で、和泉市ってどうやって行くんっていう、ね、いうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけども、意外とね楽に行けるわけです、はい、電車の場合は、仙北高速鉄道で和泉中央駅下車、JR 阪和線であれば和泉府中駅下車、南海本線であれば和泉大津駅下車で、いずれも駅からバスに乗っていただいて
バス停美術館前で下車すると目の前に泉式武装記念美術館があると。でここからですと千日前線に乗って難波駅、難波駅から南海高野線に乗って泉中央駅で、泉中央駅からバスということで乗り継ぎ2回で行けちゃうんですよね。でバスって聞くとって思われるかもしれませんけども、僕もねえっと思ったんですけども、美術館の前にバス停があるので、この暑さの中歩かなくてもいいと。それにここの美術館の楽しさを知ってしまうとバスっていいじゃんと思っちゃうんですよね。で私初めてです、バスっていいじゃんと思ったら要するにこの美術館を知ったからということなんですけどね。それまで目と歩いて行かれてたんですよね。そうそう、歩いて行ってたんですね。歩いたらね、駅から40分ぐらいかかるんですよねそれを思うとバスで行くとね楽ですね。ですもんね。そうですね、本当にこの暑い中ね歩くとね熱中症になるんじゃないかっていうぐらい暑いんでね、皆さんバス使って、しかもね美術館横付けなんでね、本当に一度行っていただくことを、おすすめします。で、一日ゆっくり過ごせる美術館ですもんね。そうなんですよね、で、この泉市久保蔵記念美術館どんな美術館なのかっていうのをね簡単に説明させていただきます。昭和57年に、開館した泉市立の美術館です。日本と中国の絵画、書、工芸品など東洋古美術を主に約1万1000点を所蔵しています。はい、所蔵品を生かした年5回の企画展と年1回の独自企画の特別展を開催しています。で、久保荘っていう名前なんですけども、久保荘株式会社という会社が、明治時代からございまして、およそ100年にわたって免許を営んでいたんですけども、泉州、ね、大阪府の南部なんですけどね、有数の企業、だったんですね。で、昭和52年に免許がね社用産業になってしまったということで廃業したんですけども、それを機に、3代久保宗太郎氏が代表して美術品、それから美術館の建設敷地基金が泉市に寄贈されて、昭和57年10月に寄贈者を、検証する、官名をつけ、久保家旧本宅跡地に開館したのが泉市久保荘記念美術館ということになります。で、お屋敷ですよ。お屋敷ですよね。建物は素晴らしいですよね。お庭も素敵でね、そうなんですよね。でここからはその後藤さんにねいろいろとお話をお伺いしたので、その内容を紹介していきたいと思うんですけども、まず最初の質問として、この泉市久保荘記念美術館というのは実は何代にもわたって個人コレクター、久保家の方々なんですけども、個人コレクターが収集したものを展示しているというのが特徴なんですね。でそうするとそれぞれのコレクターの方に特色があると思いますので、それについてお聞きしました。でこれについて後藤さんはこの久保荘記念美術館で特に大きなコレクションされたのは3代目久保宗太郎さん、美術館を寄贈された方ですよね。この方が絵巻物が大変好きで、ご自身で絵巻物を展示する美術館を作りたいという希望をお持ちだったみたいです。で結局美術館はできなかったんですけども、寄贈していただいた作品の中には、たくさんの重要文化財に指定された絵巻物が入っていてですね、これがこの美術館コレクションの中心で特色の一つですというふうにおっしゃってました。はい。で次にですね、初代宗太郎さんはいろいろなコレクションをされたわけではないんですけども、富岡鉄斎の水墨画、これがですね、この初代宗太郎さんが集めたコレクションになるので、久保荘コレクションとしては最初の作品っていうふうにおっしゃってましたね。でも実はここでまだ私富岡鉄斎の水墨画見てないんですよね。いやいや、すごいコレクションの数なんで、でちょっとね次っていうか出るの楽しみだなと思ってるんですけども、で次にその2代目宗太郎さん、この話もびっくりしたんですけども、この方は佐渡表千家のお茶をたしなまれた方で、この美術館の離れにお茶室があるんですよね。
でそちらが表千家の不審庵と残月亭というお茶室があるらしいんですけども、それを移すことを認めてもらって建ててるお茶室らしいんです。でそれも太平洋戦争でもし京都の本家のお茶室が焼けてしまった場合に久保荘のものを代わりにするというのを認めていただいて写しを作らせていただいたものということで、本当にねちょっとびっくりしましたね。こんなものがあるんだと、この美術館こんなものがあるんだっていう中にこのお茶室ってすげえなみたいな、はい。で、3代目は先ほどお話したように絵巻物で、5代目が今の名誉館長方なんですけども、主に版画印刷物にご興味があって、今回の企画の浮世絵もコレクションして寄贈されている方ですね。前回の企画の古地図、それからヨーロッパの古地図ですねも今の名誉館長が収集して寄贈していただいたというものになるそうです。まあ、ちょっとね何度もお話を繰り返しますけども、やっぱお茶室の話が一番驚きましたね。私は個人的には、はい。まあ実はですね、まだ紹介しきれない話はあるんですけども、ちょっとね長くなっちゃいますので次いきますね。で次の質問がそれぞれね、ですからコレクターの審美眼で集められたものになりますので、いわゆる学芸員の方がこういう文脈でということで揃えたわけではないものですから、企画して展示していくのは難しいんじゃないんですかということを質問させていただきました。でこれについて後藤さんは、和泉市の施設なんですけども久保家のコレクションを紹介する施設なので難しいところも楽なところもあると。で楽なところっていうのは和泉市とは全く関係のないコレクションになるので、まあ、この後藤さんも和泉市の出身、まあ、ご出身ではないらしいんですけども、和泉市のことを知らなくても美術品のことを勉強して皆さんに分かりやすく見ていただくということができれば展覧会が作れるというところですから、公立館としても一つの役割が抜けてるっていうか、普通の公立館だと地域出身の作家を検証していくっていう役目もありますけども、この美術館はそういう役目から切り離されている久保荘のコレクションを紹介するっていう立場になると。でそういうところが楽なところなんですよと。で、難しいところというのは、毎年4月5月に特別陳列といって国宝と重要文化財を見てもらう展覧会をされるみたいなんですけども、まあ、いかに同じものが出ても見てくれる方を飽きさせないか、見る視点を変えるコンセプト作りっていうのが必要なので、多分一番そこで悩んでると思うっていうふうな話をされていました。まあ後藤さん自身はね浮世絵が担当らしいので、浮世絵自体は6000枚超えているので、まだ展示しないものがたくさんあって困ったことはないとおっしゃってましたけども、ですけどやはり、コレクションの中からということになるので、そこがやっぱり難しいところもあるというふうに、お話しされていたんですけども、実はねこの話を聞いた時におやって思ったんですよ。でちょっとね話脇道にそれちゃうんですけども、猫真似さんが好きそうな話題なんでちょっとねお話をさせていただきたいと思うんですけども、猫真似さんね、久重哲之助さんってご存知ですか？また感じた。久重哲之助さんですね。この方は各地で町づくりであるとか移住推進をはじめとした地域再生プランナーの方なんですよ。でこの方が書いた文章の中に、金沢21世紀美術館の記述があって、で何が書かれているかというと、公立の文化施設で唯一の成功例と言われる金沢21世紀美術館の成功要因というのが2つあって、第一の成功要因は地元出身という切り口ではなくて現代美術という切り口、つまりどういうことかというと、自治体が関与する美術館や博物館など文化施設の多くは地元出身ですから地元に残されたという切り口で文化を集める見せるものなので、このような地元出身地元に残されたという切り口で、その文化に関心知識のあるものしか楽しむことができない、集客できないっていう部分があるんだと。でもう一つの成功要因はこの第一の結果として、
文化に詳しくないもの、要するに地元の文化に詳しくないもの、特に、子供でも楽しめる見せ方をするだけでいいというところ、この2つが要因ということで分析されてるんですよね。ということはその後藤さんが和泉市とは全く関係ないコレクションとおっしゃったのを聞いて、このね和泉市久保荘記念美術館っていうのはもしかして大化けする美術館じゃないかなというふうに思ったんですよね。ちょっとねお聞きの方はご存じないでしょうけど、猫前さんこういう話題ぶら下げるとねパクパク食いついてくる、ね、猫なんですよね。ちょっとねこの収録終わってからこの話になっちゃうかもしれませんけども、ちょっとねそういう部分では大変気になることをお話ししていただいたなというふうには思いました。まあ大化けするっていうか本当に素晴らしいコレクションがあるので大化けしてほしいという願望もあるんですけどね。はい。で、続きましてですね今回の、展覧会企画展ですね、浮世絵の妖術と物のけ、技術比べと和漢百物の中あたり展について目玉と特色を教えていただきました。まず記号記述比べ、ね、すみません、豊国記号記述比べは、三代目歌川豊国のものです。今では、広重や北斎ほど名前が出てこない人ですけども、江戸時代には広重と肩を並べるほど有名な方だったみたいで、当時で言ったら三代目豊国の方が広重よりも人気がもうあったと言えるぐらいの人物だったらしいです。三代目歌川豊国、最初の名前は歌川国貞っていうんですけども、初代歌川豊国に弟子入りするんですけども、実は広重も初代豊国に弟子入りしたかったんですね。ですけども人数がいっぱいだからといって断られてしまって、初代豊国の兄弟弟子入りした。ですから初代豊国に弟子入りすることができたこの三代目豊国の方が実は力があったというふうなことを言っております。でその方の晩年の作品なので、彫りと刷りがすごくいい状態なんですよね。いい彫り師さんといい刷り師さんをお金をかけて手配ができたと、ね、そうなんですよね。ですから力のある絵師ということなので、当然その出版元、出版社である版元も、このような、ね、力のある彫り師刷り師ですってあげるっていうことをやってくれるということなんですよね。で、今回の、ね、企画の和漢百物語っていうのは月岡、義年のまだ30代の若い子の作品なので、やはりそんな強い、力のある彫り師さんをつけていないので、ちょっとねかわいそうな部分はあるんですけども、というような話をされておりました。で、昨年ね、すみません、ここからね私の話なんですけども、昨年の国際展、毎年ね浮世絵の特別展をやってるんですけども、昨年の北斎展と比較しても今回の展示の、ね、作品の保存状態の良さと色のノリの良さに驚いたんですよね。猫前さんもね見ていただいて感じたと思うんですけども、上から筆で描いたみたいに色が乗ってる、そのまるで浮世絵の直筆画をね見てるような感じなんですよね。で浮世絵の特別展っていうのは、ね、毎年のようにどこかでやっているんですけども、色っていうことでいうと青なんですよね。青の発色の良さに綺麗だなっていうふうなことを思うことはあってもですね、今回のように全ての色が もしかしたらその当時の肉質が以上かもしれないっていうような色を塗り方してるっていうのは今まで見たことがなくって、本当に驚いたんですよね。これマジっすかみたいな感じで、で、そこでね、そのこんなに保存状態がいいものがなんであるんだっていうことをお聞きしてみました。で、そういたしましたら後藤さんは保存に関してはやはり紙なので、乾燥しすぎればパリパリしてしまうので破れたりというのも起こり得ますと、ですから当然和紙に挟んで切り箱しまって収蔵庫に入れるということは徹底しております。あと豊国の晩年の作なので、ですから1800年代の
中旬頃なので、これはもう時代が北斎よりもやはり50年ぐらい後になるらしいんですよね。ですからまず状態がそれだけ悪くなってないっていうこともありますし、やっぱり使ってる顔料がいいというふうにおっしゃってました。つまり、染色系よりも鉱物系をがっつり、ね、あの後藤さんがっつりって言い方してましたけど、がっつり使って色をしっかりつけているということが理由ではないかと。まあ、最初の浮世絵はやはり染料、植物から作っている染料なのでやはり弱いんですよね。光に当てるとすぐ退色してしまいますし、ですけども顔料は鉱物を砕いて使っていますので、ですからやはり色もあの褪せない、褪せにくいという特色があります。それからこの記述比べは全面印刷で余白がないので、余白がないということは全部に色が乗っていますので、紙の色が変質しにくいっていうのがあると思うということもおっしゃってました。まあ、ただね、ここまで上質なものっていうのは他にもね流通しているのかなと、その私も見たことがないもんですから、他にも流通しているんですかっていうことをお伺いしたら、やはりそのこのような特に状態のいい豪華なものっていうのはやっぱりちゃんとお金を出し合って特注していると。でこれは今回の分っていうのは平野屋新造という版元がちゃんと作っているので、ですからこういういいものができたんじゃないかなというふうなことをおっしゃってました。それとその今回のね刷りなんですけども、空刷りといって色をのせないで彫った跡をつける技法が多用されてるんですよね。紙に凸凹がつく、ね、そうなんですよね。まあ、だからいわゆるエンボス加工みたいな形になっていて、立体的に見えて本当面白いですね。そうですよね。ちょっとびっくりします。浮世絵でこういうのをそうそうここまではっきりと生かして仕立て上げてるっていうのを初めて見ましたので、遠近感があるんですよ ね、うん、そうですね。日本画っていうとやはり平面っていう風な感じになっちゃうんですけども、うん、凸凹をつけることによってその平面の中に遠近感ができて、しかも見る角度によってやはり若干影になって見えたりとかもしてですね、非常に面白いですよね。 で、まあ、ですからそれだけ手間をかけて作っているので、ですからこういうものっていうのはなかなか出回ってないっていうか、発行部数も限られていますし、本当にこういうものをのコレクターしか持ってないのかもしれませんよね。で今回その私が見てね、うなってしまったのが、浮世絵なので絵として見なければいけないんですけども今回の作品は彫りと摺りがね、もう本当にすごすぎて技術的なところに目がいっちゃうんですよね。で、まあ、その辺のことを聞いてみたんですけども、やはり彫り師の名前が作品に書かれてるんですね。というところはやはり彫り師に力があることだというふうにおっしゃってました。私今まで浮世絵の作品を見てそういうところを注目していなかったもんですから、もしかしたら今まで見た中にもそういうふうに、ね、書かれてるのあったのかもしれませんけども、今回そういうふうなことをお聞きしてもお伺いして見てみたらやっぱりたくさん書いてるんですよね。そうですね。豊国さんのお名前が書いてあるのも分かりますし、あと平野屋って書いてある版元の名前も分かってるのも分かりますし、おそらくその横に黄色の下地に黒で書かれている、うん、それが堀氏さんのお名前ですよね、うん、ですよね、うん。だからまあ、このそれだけ力のある堀氏なので、まあ、堀も素晴らしいんですよね。浮世絵を見に行った時に私は彫りにはずっと着目はしてって、こんな狭い感覚でこれだけ細かいものを彫れるっていうのはすごいっていう風なのは常々感じてたんですけども、その中でも今回はやはりちょっと飛び抜けてる感がありますね。そうですね。びっくりしますね。拡大したものをつけていただいてるんでそれだけ細かいっていうのは分かりますけども、拡大してなければぼかして吸ってんのかなっていうふうに思っちゃうぐらい細かいんですよね。だから本当に今回、拡大してる部分もあってですね、まあ、見ている方にも、そういう部分はよく
分かるんじゃないかなと。そうですね、後藤さん拡大もっと増やしたいとおっしゃってましたよね。言ってましたよね。ちょっと忙しくてできないんだけども、まだ展示期間があるんでちょっと頑張りたいみたいなことをねおっしゃってましたね。ちょっとね展示の終わりぐらいにもう一回見に行こうかなという気はしてるんですけども、で今回の企画はテーマとしてね、あのもののけとかですから、あのやはり夏休みのねお子さんでも楽しめると思いますし、でもキャプションはね完全に大人向けなんですよね。で、うん、ですからそういう意味では大人も子どもも楽しめるように作られてるなというふうに感じました。でそれとこのテーマで何度でも見たいなということも思いました。はい、で続いてですね、お約束のチラシについてお聞きしたんですけども、あの表については実は6つの作品をバラバラにして、で1つにしてるんですね。バラバラにして、パーツ、6つの作品のパーツを、人組み合わせて、ね、作っているので大変面白いんですね。ですから今回展示を見るときにはチラシを片手に、でどの作品のどのパーツなのかなってね探すのも面白いんじゃないかなというふうに思います。私たち今回初めてですよね、チラシそのものをインスタに掲載させてくださいって、うん、お願いしたのは。そうなんですよ、それぐらい面白いねチラシになってますよね。でこの表の組み合わせなんですけども、後藤さんからは、お子さんに来ていただきたいっていう希望があったので、地雷屋と綱では絶対に入れたかったと。でこのね、地雷屋、私地雷屋っていうのはその昔から知っていたんですけども、彼らっていうのは地雷屋と綱手っていうのは漫画のナルトの元になった人たちだから、この2人は絶対使いたいって決めていたっておっしゃったんですけども、私ナルトっていう漫画があるのは知ってたんですけども、こんなこと全然知らなかったんですよね。私です。でこの地雷屋っていうのはナルトの先生にあたって、綱手もナルトに出てくると、江戸時代の話ではこの2人は夫婦だったということなんですけども、でこの2人は絶対に使って、あとは和漢百物語から組んだのが表紙というふうにおっしゃってました。はい、でまたねこの私このチラシでね気に入ったっていうか作品も気に入ってるんですけども、この地雷屋の作品がことごとく気に入っちゃって、特にこのカエルがいいんですよね。妖術使いなので、ガマを使うんですけど、そのガマがですね折り紙、そう折り紙なんですよね。でねこれがまた可愛くてね、こう髪がパタパタパタっと折られて、そうカエルの形になっ てくるんですよね。たくさん出てくるっていうところがなかなかこう洒落てる、そうですね、ね、で裏面は、いくつかの作品を載せてるんですけども、それぞれについてもう物語であるとか出てきてる人の説明が分かりやすい、ですからねキャプションがついてるんですよね。そういうものから選ばれたということになっています。で、この展覧会では小説の、抜き書きなども用意されてるんですけども、小説と一緒に見てもらおうというコンセプトで、この企画を作ったらしいので、お話が分かりやすい作品をチラシに選んでるということでした。で、インスタグラムで、今回公開する画像なんですけども、私と猫マネさんが選んだ画像が5枚ですね。で、先ほどお話ししましたけど、まずチラシ、これは2人で一致したんですけども、でその他がちょっと2枚ずつなんですね。私の方からは地雷屋が2枚、で猫マネさんからは、滝夜叉姫ですか、エンボスのですね、先ほどもお話しした空彫りをして、デコボコをつけたその着物の柄が、一番よく出てたので、画像ではねそこまでわからないんですけれども、ぜひこれを実物を高層美術館に見に行っていただいて、そうです、ね、これかって、画像と実物の違い、やっぱり実物見ないとなっていうのを感じてほしいなと思って選ばせていただきました。そうですね、でもびっくりしますね、あれもね、もうぜひ見ていただきたいですよね。それと無駄書きですか、これ絵自体も可愛いんですけれども、
国貞ですか、うんはい、国吉ですね、国吉ですか、うん、国吉が描いた絵なんですけれども、まあいわゆる役者絵用が禁じられた時に、うんね、そのいやこれは役者絵じゃないんだよ、うん、落書きなんだよただのみたいなことを言うために、うん、わざと下手くそに描いてそうですよねやったっていうそのあのすごい反骨精神のエピソードも好きですし、そうですね、ここに書かれたあの猫股のね、あ、はい、大出来ですよね。大出来ですね。はい、あの絵の子と久保総美術館さんで組んで、された、うん、イベントの時もそこのキャラクター、そうですね、使われてましたけれども、はい、あのそれの元になった絵です。ですね、はいはい。ぜひ見ていただきたいですね。はい、で最後に。この企画についてこういう見方をしたら面白いですよ、より楽しめますよというポイントがあればということを教えていただきました、はい、でやはり、今回はスリと彫りが抜群にいいので、拡大も用意していますけども、特に人の衣装の部分に空彫りが、空刷りが行われていることが多いので、そういうところまでよく見ていただければと思いますと。で今回はいつもよりも見やすいように前に出して展示を行っています。通常絵巻物などは緩やかな斜面台に展示をしていることが多いんですけども、車椅子や、車椅子からだと見にくいっていうご意見もあったので、今回は急な、斜面台にしているのでエンボス加工がよくわかると思います。それと、写真を撮ってしまうと全くわからないんですけども、黒い部分にキラが巻いてあって、かがんで見ていただくと上の部分がキラキラ光るものがあります。それからせっかく実物を見ていただくので、ちょっとしゃがんでね見てもらったりとか、お体が許せば角度を変えて見ていただくと面白く見れると思うということでした。はい、はい、でね、やはり今回の浮世絵はすごかったですね。あのもうねすごいとしか言いようがないっていうか、今まで見てきた浮世絵とはやっぱり違うっていうか、そうですね、こう目が喜ぶ、五感が喜ぶっていうのをこうひしひしと感じる浮世絵っていうのはあまりないんですね。ないですね。でそれとやはりね、私この浮世絵を見ると浮世絵感が変わるんじゃないかと、いう感じもしました。あの今まで以上に浮世絵が好きになったっていう感じはしましたね。ね、本当に今回の企画を紹介できて本当に嬉しいというふうに思っています。そしてね、実はちょっと飛ばしてしまったんですけども、常設もですね、何度見てもワクワクする、はい、中国の紀元前の金庫も展示していて、紀元前ですよね、すごいんですよね紀元前ってこんな再興してたのかっていう、そう驚きがあります。うんですね。で冒頭にも申し上げたように、やはり、美しいものとしてその当時の、ね、博物館に展示しているものを展示しているので、ですから本当にワクワクしますよね。歴史的価値があって歴史的資料でもあるんですけども、やはりアートとして見せてくれていますので、本当に面白い。でロダンの彫刻とかシャガールの絵とかもですね常設されているので、本当にねどんだけ贅沢な美術館なんですよみたいな、感じがいたしました。はい、音楽ホールとかね、市民ホールもあって、そうですね、そういうイベントことと組み合わせていっていただくと、本当に一日楽しめます。楽しめますね。はい、小さいですけどもね、喫茶コーナーもございますしね、はい、喫茶コーナーもねクッキーとかの飲み物がついてきてですね、非常にリーズナブルな値段で、なかなか食べるとこがないから一日いるのはちょっとしんどいかもみたいにおっしゃってましたけども、いやいや喫茶で出していただいたクッキーと、飲み物でも私だったら一日いっちゃうななんてね思っちゃいましたね。はい、ということでですね、いかがでしたでしょうか。平成30年8月11日から9月24日の会期で浮世絵の妖術とモノノ家奇術比べと和漢百物語展を開催している出水市久保荘記念美術館、皆様もぜひ足をお運びください。今回取材にご協力いただきました後藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いては猫真似さんの食レポです。今回お邪魔したのはどちらのお店でしょうか。はい、本日ご紹介したいのはパティスリーモーンです。そうなんですよね。久保荘記念美術館から車で5分ぐらい走ったところにあります。
ケーキとカフェのお店です。あのバスもね、バス停目の前なので。そうですね、うん、はい、あの今回お話をお伺いしたのはオーナーシェフの小西正治さんです、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、こちらもお話したいことがたくさんあるんです、はい、もうこだわりのケーキとかカフェメニューとか、はい、そうですね、オーナーについてもお話ししたいんですけれども、はい、まあ、たくさんあるんですけど、まあ、一緒にねお店に入る気分で聞いていただきたいなと思いますの で、ね、はい、まずはまあお店の外観から、はいはい、もう白を基調にしたシンプルな一軒家で、はい、木調の そのテラスとエントランスがあります、はい、でもとってもおしゃれなのでもうパッと目を引くと思います。そうですよね、私たち車で前を通った時にやっぱり おしゃれな建物が、はい、目を引くとこう銀色のロゴでパティスリーモーンって書いてあるのですぐ分かると思います。そうですね、はい、で中に入っていただくと長いショーケースがあってですね、はい、こちらも色とりどりのフルーツで彩られたケーキがずらりと並んで私たちを出迎えてくれるという。そうですね、はい、いやもう本当に別世界ですねいやすごく種類もたくさん置いてらっしゃいましたよね。で2階に上がると、まあ、木彫のインテリアで落ち着いた壁の色なんですけれども、はい、まあ、窓からの光があるのでとっても明るい店内になっています。はい、そうですね、であのオーナーのご意向として、まあ、自分の時間をゆったりと過ごしてほしいということで、はい、まあ、ソファー席、テーブル席、カウンター席とあるんですけれども、はい、あの大変ゆとりのある空間になっています。そうですね、そうなんですよね、はい、あの大阪市内で喫茶店とか入ると結構ね、あのゆったりっていう感じではない作りのところが多いんですね。やっぱり狭いところに作るんでね。でもねこちら本当にゆったりしてて、いやもう長居してしまうもう雰囲気がありますよね。そうですね、いやもう本当にひっきりなしのお客さんがそうですねカフェに来られてました、うん、はい、人気のお店なんだなというのが伺いしました。そうですね、はい、でこちらのケーキなんですけれども、はい、いやいやいや、温かさと優しさのあるお菓子作りを目指してらっしゃるということで、はい、そのオーナーのこだわりの一つがですね、はい、オーガニック素材です。はい、はい、そうなんですよね。小麦や牛乳に始まり、はい、まあ、それ以外の多くの素材についてもこだわってらっしゃって、はい、まあ、例えば、まあ、無農薬の黒糖を作られてるっていうふうに聞いたら、はい、その農家さんまでオーナーが出向いて、はい、そこであのお話をされて、はい、買い付けられたりとか、まあ、そこで、まあ、無農薬のマンゴーを作っている農家さんを紹介してもらって、はい、そちらから仕入れられたりとかっていう風な、まあ、そんな風にしてですね、はい、あの少しずつ多くの安心の材料を集めてケーキ作りをされています。はい、で私たち本当にたくさん食べたんですよ。3人で行ったんですけれども、たくさん食べました。ちょっと言いますよ、はい、あのケーキの名前ね、プリンでしょ、はい、レモンティーというケーキです。ココっていうイチゴのケーキと、はい、南風というマンゴープリン、はい、あとクレームドフレーズ、まあ、いわゆるイチゴのショートケーキですね、はい、あとね、サラモリのケーキ。そうです、でっかいんですよ、はい、お茶パフェとかオムレットとモンブランを、はいはい、いただきました。はい、でまあ、ちなみにオムレットのお皿は長さ23センチいや、あの、いや、あの、オムレットがオムレットが23センチ、オムレットが23センチ、皿は27センチあった。あ、そうですか。マジで。モンブランの直径30センチっていうのも、それは皿、それは皿。いやもう写真で分かんないですけど、出てきたらびっくりしますよ。そうですね、うん、もう、いやもう本当に食べたんですけど、あのこの皿盛りのケーキっていうのはあの、まあ、フランス料理のコックの修行されていたシェフが、はい、あのまあコースの最後に出てくるようなデザートのイメージですかね、はい、皿盛りっていうのは。そうですね、でやっぱりこちらを出したいと思われていて、うん、まあ、実はあの1号店は北篠田にあるお店なんですけども、はい、こちらはまあケーキだけのお店だったんで、はい、まあ、泉中央にカフェを出して、はい、で、ケーキも出せれるようにしたと、はい、ただ泉中央の店がちょっと小さかった、はい、テーブルも小さかった、はい、大きなお皿が置けないじゃないかっていうことで、あ、なるほど、今のお店を出して、まあ、大きなお皿が並べられるようなね、そういうテーブルが置けるような、はい、ちょっとゆったりとしたお店っていうことで今のところにお店を構えられたそうです。なるほど、はい、なのでね、もうねボリューム満点なんですけども、そうですね、でもあのもちろん美味しいので、美味しいです、たくさん食べられます。そうですね、でクリームもさっぱりしててスポンジも軽いので、ええ、でもそのまあ軽いとかさっぱりしてると言っても味にはしっかりメリハリがあってですね、はい、あの私お茶パフェいただいたんですけれども、はい、しっかりお茶の味がしたり、そうですね、キャラメルの味がしたりして、はい、本当に美味しかったです。はい、はい、
いやもう私もね、あのケーキをあんだけ食べたっていうのは本当に、ね、いつ以来だろうっていうぐらい食べまくりましたね。いやどれもね美味しくて、ねえ、うん、もう最後どうしてもオムレットが食べたいって言ってね、はい、頼んでらっしゃる、ね、そうですね、うん、はい、でカフェメニューもすごく充実してます。ドリンクの数は私メニューで数えたんですよ。あ、ほんまに数えたらね何種類あったと思います？わかんない、30、そんなに、うん、でも僕ね今頭に浮かんだのは20種類ぐらいだったんですよ、うん、そんなにもっとある、もっとある、すごい。そうなんですよ。で、ホームページとかフェイスブックもありますので、はい、こちらぜひ見ていただきたいんですけど、はい、ホームページとかフェイスブックでもすごく可愛いんですね、うん、で、写真もその表示もとても可愛くて、そして清潔感があって、はい、すごく女子力が高いんです、うん、で、オーナーはというと、まあ、予想はしてたんですけれども、はい、ご自身でもおっしゃってましたけれども、昔かたぎの職人さんでらっしゃって、はい、この女子力はどっから出てくるんだろうっていうのが私どうしても聞きたくてですね、はいはいはい、お伺いしたんですよ、はい、そしたらオーナーはいやブレーンに恵まれたっておっしゃってました、うん、お店のもうその建物の設計から内装のデザインから、はい、中学校時代からも幼なじみの方にしていただいたりとか、はい、あとラッピングにしても勤めてらしたパートの方がね、はいはい、ラッピングの提案をしてくださったり、プライスを手書きしてたりしたらすごくそれが得意な方だったりとかで、はいはい、その方はニューヨークまでラッピングの展覧会に見に行って勉強してお店に取り入れてくださったりっていうことをされたりとか、あと新メニューもそういうのが厨房で立ててる方に提案していただいたりとか、はい、とってもいや恵まれたってオーナーおっしゃってましたけれども、はい、これもやっぱりオーナーの個人得なんじゃないかなと思うんですよ。うん、でお店の方々がね、はい、すごく生き生きと働いてらして、はい、で今回もこのお店にしようって決めてくれたのは、はい、ちょびひげさんなんですけれども、やっぱりちょびひげさんね接客にはちょっとうるさい、うるさいっていうかね、いやこのね、ちょびひげさんのアートの散歩の、食レポの店舗を紹介している店舗っていうのは、まあ、いわゆる雑誌であるとかネットで、うん、いいって書かれてるからじゃないんですよね。そうですね、全て現場まで行って足を運んで選んでるんですよ。そうそうそう、やっぱりお店の方がね、そうです、うん、素敵な方でないとっていうのはずっと思ってますよ、ね、はい、ですからお店の方の対応が私が気に入らなかったらっていうことになっちゃうんでしょうけども美味しいけども、うん、ここはやっぱりダメだねっていうことで選ばないっていうこともね過去にありましたんで、ですから今回はここに決めたっていうのはやはり最初にね対応していただいた方が非常に良かったんですよね。まあ味もいいですし、空間、この空間も素晴らしいですし、スタッフの方も非常にいい方々なので、もうぜひねここを紹介したいと思って取材を申し込んだ経緯があるんですよね。そうですね。オーナーの方もおっしゃってました。ケーキを作るっていうのは2割3割でもう販売とか接客が本当に大事だからっていうふうに、お店の方本当に大切にされてるな、お店に関わる方を大切にされてるなっていうふうに感じたので、はい、ご紹介させていただきました。そうですね、はい、だからケーキ、それから雰囲気、それからスタッフの方、お客さんみんなでいい雰囲気を作ってるなっていうのがねよくわかるお店ですね。そうですね、うん、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。そうですね、はい、はい、最後におすすめを聞きました、はいはい、シュークリームが一番人気とおっしゃってたんですけれども、はい、まあ、オーナーはプロ目線でちょっと面白いことを教えていただいたんですけど、はい、そうですね、勉強になりました。お店に行ってまずいちごのショートケーキを必ず頼む、はい、でいちごのショートケーキにはスポンジとか生クリームとか、はい、そのお店の全てのものが集約されているので、うん、いちごのショートケーキを一つ食べると、うん、このお店が分かるっていうふうにおっしゃってたので、だからね私もねこれからケーキを食べに行くときはいちごのショートケーキを頼んで、でも食べてこの店が分かるかって言ったらまだ分かんないですけどね。まあプロの方だからそうおっしゃったんですけどね。でもね頼んでみたいなと思いましたね。そうですね、はい、はいはい、今回お話をお伺いしたのは、小西まさじさん、パティスリーモーンスカパティスリーモーンの小西まさじさんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。
この番組はえのこと地域コミュニティとの共同事業ミニ FM えのこ島デコボコラジオの企画で美術館およびその周辺の食を紹介する番組です。周波数を 89.2MHz 毎月一度公開放送を行っていますので皆様もぜひ遊びに来てください。お送りした DJ は私ちょびひげとアシスタントの猫マネでした。はい、次回もお楽しみに。さようなら。ありがとうございました。FM デコボコ。